はい、それではファシアとエコーガイド化ハイドロリリースの歴史、基礎、臨床についてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。この方は現代人体解剖の創始者と言われる、アンドレアス・ベサリウスという先生で、1500年代の先生です。で、この方はテアトロ・アナトミコ、更衣施設ですね。ここで世界初の解剖学教室を開きました。彼の著書は、ファブリカという、人体の構造ですね。というのがありまして、この中にファシアのつながりを表すようなイラストも残されております。で、このテアトルアナトミックですね。これはパドバ大学の関連施設なんですけども、この中央にいられる先生が、カーラ・ステッコ先生で、ファッシア解剖の第一人者ということです。これから出てくるんで覚えておいてください。で、ファッシアは、筋膜ではございません。筋膜はマイオファッシア。では、ファッシアとは何か。こういうもやもやっとした組織ですね。こういうのが典型的なファッシアですね。で、これ、有名な人類学者、解剖学者、フレデリック・ウッド・ジョーンズという先生ですけども、ファッシアほど実地解剖学の研究で医学や手術で実用的に貢献できる組織はないというふうにおっしゃっています。それから2018年6月ですね、ICD-11、国際疾病分類ですね、これが30年ぶりに改定になりまして、この基本構造物にファッシアが追加となりました。で、これは昨年ですね、臨床スポーツ医学で、ファッシアの特集号が組まれました。これ非常にまとまってていい本なので、ぜひご覧ください。で、このファッシアですね、この整形とか麻酔科だけではなくて、膠原病内科、神経内科、泌尿器科、歯科口腔外科、耳鼻咽喉科、眼科、それなどの分野で、痛み、しびれ、機能障害の一因として、今まで原因不明とされたその一因として、ファッシアに注目が集まってきました。で、この定義ですね、日本整形内科学研究会の定義として、今、国際的に議論のあるところなんですけども、我々の定義としては、ネットワーク機能を有する目視可能な線維構成体ということです。で、もう少し、わかりやすい言葉で言うと、全身にある臓器を覆い接続し、情報伝達を担う線維性の立体面微状組織。臓器の動きを滑らかにし、これを支え保護して位置を保つシステムという定義です。で、このファッシアに対する治療法として、エコーガイド化ファッシアハイドロリース。これはファッシアを液体でリリースするという意味です。この定義ですね、ファッシアを生理食塩水等の液体でリリースし、鎮痛効果に加え、ファッシアの柔軟性の改善を期待する主義であるということです。で、このハイドロですね、これは液体という意味なんですけども、日本では生理食塩水、それから細胞外液、局所麻酔薬、海外ではブドウ糖、ヒアルロン酸、上流水などが用いられます。で、リリースという意味ですけども、リラクセーションという意味と、セパレーション、分離ですね、という意味があります。で、このエコワイド化ファッシアハイドロリース、今までの治療と何が決定的に違うか。三つあります。まず、エコーを用いる。それから、生殖を用いる。で、これが大事なんですけど、末梢神経だけではなくて、こう神経の説明は後からやります。ファッシアがターゲットということになります。で、まず一つ目、エコーを用いるですね。エコーを用いることによって、MRI や CT などのよりも局所分解能が優れていると。エコーですね。それから、動きを評価できる。その結果として局所診断と局所注射の精度を飛躍的に向上させたということです。
で、この生食ですね、これもちろん局所麻酔薬を使わないと非常に安全であります。で、生食に関する論文ですね、これもたくさんあるんですけど、一部をご紹介したいと思います。まず1955年ですね、経営兼務の筋膜性疼痛患者100名に生食を注入し、有効性を報告と。これ有名なランセットですね、1980年。急性局所筋肉痛に対して、ミピバカインよりも生食は有効であったと。これは小林忠先生ですね、ジェイネスの学術局長、小林忠先生が当院にいらしてくれて、RCT を共同研究しました。で、この結果、ミピバカインよりも生食、重炭酸リンゲとか MPS に対して有効であったと。2016年です。それからですね、2019年ですね、MPS 患者に対して生食の注射が痛みの改善と、これ大事ですね、可動域の改善が見られた。それから2020年、急性腰痛に対して多裂筋の抗エコー部位ですね、このハイドリリースが有効であったと。で、肩こりに対して生食と局所、麻酔の RCT で有意差なし。それから、椎間関節性腰痛ですね。これ、生食は、局所麻酔薬、ステロイドと比較して、同程度に有効であると。それから、股関節痛ですね。これは PRP、ヒアロン酸などと比較して、同程度有効であると。ということです。で、最後、末梢神経だけではなくて、ファシアがターゲット。この前、神経とは何かということですね。これは立場によって、違うんですね。まず解剖学、マクロ解剖で言うと末梢神経プラス脳脊髄。ミクロ解剖で言うと神経線維ですね。それから整形外科の先生がよく使っているのは、肉眼的に見える神経静脈で束ねされた構造物、末梢神経ですね。で、エコーを見て確認可能。それから内科としてはこの神経ですね、ダーオプシステム。一般用語としてはメンタル。それからコンセプトとしては、自由神経終末。これよく出てくるんですけども、構図はまだ正確に分かってないんですね。コンセプトということです。というように、いろんな立場で神経と言っても違うんで、どれをのことを言ってるかっていうのを先に言わないとですね、なかなか建設的な議論にならない。神経っていうのはね、何を言ってるかっていうのを言う先に、定義するということですね。で、エコーで確認できる神経、これ末梢神経なんですけども、この神経線維と軸索とも言いますけど、結合組織ですね。で、これが神経線維。この周りのこういう、多分ですね、内膜、周膜、静脈、傍神経腫、こういうのは全部ファシアですね。で、神経線維、さっきの神経線維ですね。それから障害された時の症状は、持続的な神経の機能低下が起こります。で、この場合の所見として、感覚の、振動覚低下、筋力低下、腱反射低下、要するに低下ですね。で、この機能低下を伴わない場合ですね。これは、神経線維、筋本のファシアの異常から生じる。ということで、痛みやしびれとして患者さんが表現すると。ということで、神経の機能低下があるかないかで、これを分けて考えることが重要です。さらに、この神経の傍神経症ですね、これは連続的に、筋外膜とつながっているんですね。こう分けられないと。これも河原ステッコ先生の論文です。で、このディープファッシャーですね。ディープファッシャーの中にネットワークがあると。これ、共用、ラップの共用筋膜なんですけど、これは電筋膜ですね。共用筋膜の方にこうですね、今まで隠れていたネットワークが確認できたということですね。目に見えるものが本当のものとは限らない。これは村上春樹先生の言葉なんですけども、ハイドロリリースの場合、目に見える末梢神経が痛みの原因とは限らない。
ということです。で、この、ファッシャーですね。特にスタッキングファッシャー、重積像ですね。それが発通源であることに論文、ことである論文もたくさんありまして、知覚神経はファッシャーの外装に存在、皮膚に存在すると。慢性腰痛患者では胸腰筋膜が飛行。それから慢性の頸部患者では狭窄によって起きる知覚筋の筋外膜、ディープファッシャーが飛行。さらに、エコー画像上のファッシャーの重積像、スタッキングファッシャーですね。これが発通源である可能性。これは我々の仲間の黒沢先生ですね。それから、正中神経や某神経領域や、ファッシャーの高エコー部位が、手根管症候群の原因となり得ると。それから、足関節捻挫のある場合は、ファッシャーの厚みが増加ということです。で、これ、先ほどの、黒沢先生の、このスタッキングファッシャーですね。ここですね。これが発通源である可能性があると。で、これ、ペインメディソンにアクセプトされました。で、この麻酔科においても、今、筋膜面ブロック、インターファッシャルプレイブロックって言うんですけど、これが大流行してますね。で、筋膜面ブロックっていうのは、まあ、胸部で言うと、大胸筋、小胸筋、前胸筋、そこから肋間筋、こういう間に局所麻酔薬を入れると、この胸部の手術なんかね、非常に有効である。で、この場合に対象となる神経そのものは超音波で病死できないということです。で、これは頸部ですね。頸部でもこういうとこの多裂筋面とか、半極筋間ブロック。こういうところが有効である。で、あとこういうとこですね。ここも、ここも、ここも、表層もすべて有効な場合があるんですね。ということで、今後どんどん筋膜面ブロックというのは増えていくんではないかというふうに予想しております。で、これは今年の5月に出た、末梢、超音波ガイド化末梢神経ブロック。これ非常にいい本で、この中にハイドロリースが出ていまして、この筋膜ですね。あるいは現在で発射の重積像に対して生殖を注入すると MPS に対して有効であって、この治療は瞬く間に広がって、今まで治療、原因だったり治療介入ができなかった痛みに対する有用な選択肢となっている。というふうに記載されてあります。で、これ、麻酔科の先生はこの末梢神経ブロックのプロなんですね。もうたくさんやって、非常に仕事が細かくて丁寧ですね。で、その先生たちが末梢神経だけじゃなくて、このファッシャー治療の有効性に対して認めてくださっているということです。で、効果ですね。痛み、しびれ、運動神経麻痺の改善。他に可動域の改善があります。これ CHL のハイドロリースですね。ここ上腕実体ですけども、ね。で、こういうふうにリリースすると、このファースト外旋ですね。こういう、こう動きが悪いですね。で、打った瞬間にこう良くなる。ということです。で、この技術開発の経緯ですね。まず2010年ぐらいまでに、この筋膜間ブロックの随分やりまして、これ隙間ブロックっていうんですけども、その後生殖で効くことが分かりました。これは偶然分かったんですね。ランセットの論文を見て分かったんだなって偶然分かったんですね。で、その後エコーで見て筋膜をバラバラにすると。で、筋膜だけではなくて、ファッシャーリリースが非常に有効であると。ということが分かりました。これ2015年までの話ですね。で、この治療法ですね、皆川先生に運動傾向フェア in 大阪っていう、
依頼されて発表しました。で、まあ、筋膜はもちろんファッシアですね。レチナクルとか、関節を、それから血管周囲ですね。で、もちろんこの神経もかなり細かく説明しました。総飛行神経周囲とかね、脊柱神経、甲子内側周、S 眼神経、神経根周囲とか、ついでにですね、これは、頸部交感神経節周囲のリス。神経だけ、神経周囲はもちろん、まあ、いろんなファッションについてお話ししました。で、この時のまとめとして、トリガーポイントはファッシアに存在すると。ということを説明しました。で、翌年2016年ですね。この、筋膜リース、筋膜リースからファッシアリースというのをこれ、執筆しました。この筋膜以外でも様々なファッシアですね。でもちろん神経周りもこれ書いてますね。で、これは私が、著者ですね。皆川先生は編集ですね。もちろん共著者ではございません。その辺のことを十分にわきまえていただきたいというふうに思っています。そこから2017年ですね。これも宮川先生の強い勧めで、注射で行うファッシアリリースのことをハイドロリースというふうに名付けました。もともとファッシアリリースという言葉は、注射でもいいし、針でもいいし、塗手でもいいんですけど、特に注射で行うファッシアリリースのことをハイドロリースというふうに名付けました。まあ、名前を変えたかったんでしょうね。はい。で、この最初の隙間ブロックですね。これはペインクリニックにアクセプトされたんですけど、これ隙間ブロックですね。今では筋膜面ブロックとして知られています。で、これはどういうものかというと、多裂筋のこう裏ですね、入れると、この硬膜開腔まで薬が広がる。当時こんなことをやってる先生いなかったんですけども、それとこの、抗仙骨部ですね、多裂筋の深層に入れると、この、硬膜下まで広がる。これは今では抗仙骨抗硬膜下ブロックと言われています。で、どういうふうに広がるか、薬液がね、それをちょっとお見せします。ここに注射をすると、薬液がずっと外側に広がります。で、神経根の方に広がりますね。神経根の方に広がると、硬膜開腔まで広がると。で、これはですね、この神経根に広がるので、この場合 C2 のルート周辺のリースということになります。で、この治療法を利用して、帯状疱疹ですね。胸部帯状疱疹なんですけど、胸部の硬膜下ブロックってなかなか難しいんですけど、この、ここですね。ここに針先をこう当てると、薬がこうずーっとこっちまで。で、今ではこのやり方をレトロラミナルブロックというふうに言っています。で、ここ、パラベルトゥブラルスペースって言うんですけども、某脊椎区。ここに薬液が広がると、胸部の手術、術痛なんかに有効なんですけども、これが私が考えたところですね。レトロラミナルブロック。もうこの他にも様々な筋膜面ブロックがあるんですけども、みんなここに、局所麻酔薬を広げるというのが目的です。まあ、ここが一番安全ですね。で、もうちょっと外側から針先、私のはこの辺ですけど、もうちょっと外側にね、針先を進めると、コストトランスバースポラーメンブロックということで、さっきはここに針を進めたんですけど、ここですね。で、この、パラベルティブラルスペースに直接薬液が入ると、この胸膜下ぐっと落ち込んでくるんですね。
まあ、ここでも十分広がるので、無理にここに針先を持ってくる必要はないと思います。で、この MPS でですね、これよく、筋筋膜性疼痛症候群ですけど、マイオファシアルがこれ、筋膜ですから、筋膜性疼痛症候群が正しいです。で、このボニカのマネジメントオペインですね、これ有名な、これサードエディションでボニカ自身が書いてあるんですけども、トリガーポイントですね、筋膜以外の結合組織、皮膚、腱、靭帯、骨膜、つまりファッシャーにも出現するということはもう、モニカ先生自身が言われていると。で、今までマイオフェシアルペインシンドルって言われたんですけど、筋膜以外のファッシャーにも発生源があるということで、ファッシアルペインシンドルっていうのを我々は提唱しております。で、これはファッシャーの異常によって引き起こされる知覚異常、運動症状、および自律神経症状を呈する症候群。で、ファシアルペインシンドルの分類基準は、まあ、いくつかありますので、これ、発売になったんで、ご興味のある方はご覧ください。さて、抗ガイド化ファシアハイドロリスとハイドロダイソキソン、神経ブロックの違いですね。これがナーブですね。これ、目に見える、これエコーで確認できる末梢神経ですね。で、これがスタッキングファシア。で、このスタッキングファシアが神経に接しているある場合もあるし、ちょっと離れている場合もある。で、この場合リリースするとこういうミルフィーユサインが出ます。それから、この速乾神経静脈ですね、いわゆる末梢神経の中に注射をするっていうのやり方もあって、これはですね、知覚過敏なんかある場合ですね。で、サインとしてはこう、パッとフラワーサインが出ますね。で、知覚過敏とアロディニアがある場合は、こう、浮腫がある場合ですね。この場合は、こう、リリースするともに少し、ステロイドを使う場合もあります。この場合もフラワーサインです。これは血管ですね。血管の前の治療ももちろんやるんですけども、こういうスタッキング柱が接している場合もあるし、離れている場合もある。この場合もミリフィギュサインです。それからエントラップメントシンドロームですね。これ、骨なんかの間に挟まっちゃって、神経がね。で、ここを治療します。この場合もミリフィギュサインで。で、ハイドロダイセクションという言葉があるんですけど、これはですね、神経がやっぱ挟まってるんですけども、全周性に薬をこうドーナツサインですね。を使用す注入すると。で、薬の量が全然違うんですね。50から 50cc なんていう論文もあってね、びっくりしちゃうんですけど、そこから神経ブロックはもちろん神経の周りでドーナツサイン。ただ最近ではこう筋膜面ブロックっていうやり方もあります。で、今までのまとめですね。疼痛治療のターゲットが末梢神経中心からファシアへと広がっているということです。で、これ2019年ですけども、この年にカーラステッコ先生がね、さっきこれ何回も出てきたんですけど、講演をしてくださって、これ須田先生が同時通訳でね、カーラ先生の英語はもうイタリア語の名前で聞き取るの難しいんですけど、素晴らしいですね。須田先生ですね。で、講演をしていただいたんですけども、ついでにですね、私がちょっとショートレクチャーをしまして、で、当院に見学に来ていただいて、午前中3時間見たんですけども、その後、何か言って、よく聞いてみたらですね、注射をしてもらいたいということで、何箇所か注射したんですけど、詳細はね、言えないんですけども、何箇所か注射して、まあ聞いたんでしょう。その結果として、執筆依頼が来まして、このハイドロリースのファッシャーですね。これはファッシャーの一番詳しく書いてある聖書なんですけど、セカンドエディションに我々が執筆して、まあ今年出ますね。ということで、もうこれが世界のスタンダードになります。神経周りだけじゃなくて、ファッシャーに対して治療するということです。
それから、この、第2版ですね。これと、この肩の本ですね。これも、英語、イタリア語への翻訳の予定になっております。さて、後半は、臨床の話をしたいと思います。これ私の右手なんですけど、これゴルフのタコじゃなくて、ね、注射のタコなんですね。1日、まあ、2、300箇所やるんですけども、まあ、数やればいいってもんじゃないですけども、数やらないとわかんないこともあります。で、これ大事なのは、評価の、発言評価の手順ですね。で、患者さんが痛いって言ってるところと、本当の発言が、これ、離れていることが多いですね。あと7割で、発言と発言が離れている。で、これどういうふうに評価するか。まあ、こういうふうに、いろいろ、やらないといけないですね。で、これ地味で時間がかかるんですね。ただ、これやらないとなかなか発言がわかんない。で、やっぱり医者だけでやるのは難しいので、理学療法士とか鍼灸師。この場合、多職種連携ですね。エコー。それから解剖動作分析が共通の言語となります。で、発言評価をした上で、圧痛とスタッキングファッシアを見つけると。で、こういうのができないと、いつまで経っても神経っていう話になっちゃいますね。まあ、もちろん神経の周りもやりますけれども、それだけではない。で、今、ファッシアトームっていう言葉が出てきたんですけれども、ファッシアトームっていうのは、それぞれのコンパーテメント化されたディープファッシアには、近くの担当髄節が存在すると。で、これはなかなか面白い概念なんで、まあ、ここに書いてあります。で、多職種連携ですね。当院では、このインカムをみんなつけて、リアルタイム多職種連携っていうのをやっています。で、これがいいのは、急変なんか起きた時にもね、どこで何か起きてるかっていうのがわかるし、まあ、カメラでやらなくてもその場で解決するってことですね。で、ファシアハイドロリスが対象とする解剖構造物ですね。まあ、筋膜はもちろん、それから神経、ね、末梢神経もやりますね。その他にいろいろあります。これを順番にご説明したいと思います。まず、マイファシアですね。例として、これ、肩こり、心スプリット、膣骨突と。まあ、これ、肩こりとか、よくやるんですけども、この僧帽筋、菱形筋ですね。長肋筋。こういうところのリリースですね。これはまあ、ほとんど毎日やるんですけども。で、これまあ、どのくらい広がるかっていうのを、ご検体で調べて、1cc でも20から25平方センチメートル広がる。まあ、その他いくつか検討して、これをペインメディソンに乗りました。で、まあ、肩とか首やる場合に常にこういうレッドフラッグも意識すると。鑑別診断ですね。こう筋膜性以外いろんなものがあります。ですから、まあ、注射してあまり効かなかったり、なんか変だなと思ったら、こういうのを、思い出して、まあ、検査するなり紹介する。ということが大事です。で、新スプリントですね。頸骨、下漏性骨膜炎。まあ、これに対して今までの治療ですね。まああるんですけど、あんまパッとしないんですね。で、新しい治療を考えまして、まず、クッキングの骨付着ファッシアの治療。クッキングの環境改善。それ関連痛の治療。まあ、今回詳しくはできないんですけど、まずこの1に関してね、今回お話したいと思います。これ、硬い筋膜がこの、新スプレッドの患者さんでこう、熱くなってるんですね。こっちにも、以前、心筆スプレッドやったことあるんで、もう、ちょっと熱いんですけども、まあ、関節の方はかなり熱くなってますね。で、ここのリリース。こういうところですね。このリリース。これかなり有効ですね。まあ、ここリリースして、針をちょっとこっちに押す。それから、術後ですね。こう、これ、僧帽筋ですね。こう、周りにこういうとこ痛いと。ここ
アサルトこのスーパーフィシャルファシアとディープファシア。まあ、これと他の治療を組み合わせるということですね。それは死体、レチナクロムですね。これ、天椎肘なんかの、肘の外側物ですね。これは、ジェノスウェミナーで、何回かやったのかな。これも、アーカイブで見られたんですけども、で、この治療のポイントとしては、関節内、関節外。で、付着物、の治療ですね。さっきの、シンスプレートと同じ。あとは、環境の改善ですね。心筋群の。関連痛の治療。で、環境改善として、まあ、心筋群はここ通ってるんで、レチナクロムのリリースと。ここですね。レチナクロムのリリースと。かなり有効です。それから人体と関節は、これ一緒にやっちゃうことが多いんですね。まあ、急性腰痛でこう、ファセットを皆さんやると思うんですけども、これでなかなかうまくいかない場合に、ここですね、中央靭帯、4号の突起と腸骨内膜、ここですね、これを追加すると、なんかスッキリしない、かった例が、あ、楽になりました、なんてことがかなり多いですね。だから、ファセットプラスここっていうのは非常に有効です。もちろん、腰をやる場合は、レッドフラッグを意識するっていうことですね。レッドフラッグの一例ですけどね。なかなか治んなかったりとかね。なんか変だなと思ったら、検査すると。紹介するとかね。で、これ膝の裏ですね。これ、射出下靭帯って言うんですけども、射出下靭帯と、この関節包のリリースですね。これは、進展制限とかね。あと、奥の方が痛いとかいう方に、ですね。で、これを開けてみると、この靭帯とカプセルって分けられないんですね。で、この靭帯、カプセルと靭帯のリリース。これ、ロームが書いてるんですけど、これも、凍結型の場合もそうです。利用できますし、フローズンヒップ。我々が考えた新しいことなんですけども、ね。カプセルプラスリガメント。リガメント3つあります。膝ですね。さっき言った。カプセルプラス靭帯と。のリリースが有効です。今度は腱ですね。腱。これ三辺シンドロムとバネービュー。これバネービューね。リクエストがあったんでやります。三辺シンドルっていうのは、母子領域の疼痛を生じる症候群で、これ臨床スポーツ医学に書いたんですけども、まあ、このようなね、病気が共通のファシア異常であることが多いということです。で、治療法いっぱいあるんですけども、まあ、ちょっと三つだけ。このインターセクションですね。これ有名です。このインターセクションですね。で、これが、ここと、ここがインターセクション。これ今、端部神経引っ張ってるんですけど、こことここで交差してますね。で、交差しているとこの、第一角と第二角のリリース、この間ですね。この間。で、むくみがある場合は、ちょっとステロイド入れると。で、この第二角と第三ですね。ここちょっと見ててください。ここで交差してるんですね。このリリースと。こうですね。ここに。ここ。ここ。ここですね。はい。あとは、この親指のとこですね。こういうとこですね。これも親指の痛みにかなり。さて、バネ指ですね。まあ、一般的な治療は、まあ、こんなのがあるんですけど、あんまりパッとしないですね。で、以前は、こういう、フーリーとか、消息板のリリースをやっていたんですけども、消息板ね。
か痛いんですね。こんなの自分で受けたいと思わないんですね。もうちょっと痛くない方法はないものかとこう考えて、で、これ、指も上がるときは、この、伸縮筋と伸縮筋が、こんな構造してて、これ、スライドしながら曲がるんですね。ということは、この伸縮筋と伸縮筋は、それぞれこう独立して、違う動きをしているということですね。で、この前腕でね、ここですね。伸縮筋と伸縮筋の間をリリースするとかなり有効です。そうですね。正中神経と尺骨神経の間ですけども。この状態はどんな感じですか？最初の状態はここまで。はい。で、なってますね。はい。いいですか？はい。で、次はこう。あ、はい。これがスムーズ。あ、そうそう。カクカクしなくなってます。カクカクはないと思います。あ、いいですね。はい。あと、この、主肺からですね、こういうところですね、伸縮筋と。これ、主肺から見てるんで、こっちが伸縮筋かな、こっちが伸縮筋で。これ動いてますね。で、ここをリリースすると、主肺から。さっきの前腕のリリースと、この主肺からのリリース。これ両方やるとかなりいいですね。で、これプラス、プーリーのストレッチですね。これテンションかけるとプーリーがこう開くと。こんなのを組み合わせてやると、良くなる場合が多いということです。それから脂肪組織ですね。側根動と、皮脂原性質。側根動ですね。まず脂肪組織の役割は、神経血管の保護ですね。それから活動性、それから痛みのリセプター。で、あとは、この、サイトカインですね。アディポサイトカインを SSR 分布して炎症や免疫に関与すると。で、側根動にも、この、結合組織と、脂肪組織があって、このメカノリセプターとかフリナベリンがあると。ということで、このリリースはかなり、速攻ですけど、で、これはですね、捻挫から始めた全身痛、線維筋痛症のような病態ですね、捻挫から始まる全身痛の場合に有効です。あと、これ、歯科領域なんですけども、皮脂原性質、歯に原因がないのに歯が痛いと、これもたくさんこの治療ポイントがありまして、これ、神経だけやってたんじゃこんなの治んないですね。はい。ことを脂肪組織なんですね。で、このエコー解剖、かなりね、大変でした。実際解剖して開けてみて分かったんですけど、このリリースですね。まあ、この三角形が側頭筋なんですけど、こことここですね。こういうところに、脂肪組織があると。皮脂原性質ってのが大事で、これちゃんと診断できないと歯抜かれちゃうんですね。抜かれちゃうと生えてこないですからね。はい。大事です。これ末梢神経周辺の場所ですね。これもちろんこれも、当然やります、これ。まあ、神経根とか正常神経水です。あとさっき言った側管神経静脈ですね。で、これ C6 なんですけども、ただこうね、ドーナツサインを作るにあって、こういうスタッキングファッシャーを、これやはり微妙にこうしならしてるんですね。こうしならして。で、なるべくこう差し替えないとこうしならして。で、ただドーナツサインを作るにあって、こうスタッキングファッシャーを丁寧にやると。で、C1、C2、C8 はちょっと難しいんですね。C1、C2。なんで難しいですか？ちょっと、ベルトブラルアルテですね。椎骨動脈がですね。この解剖。椎骨動脈が、こうあって、ここのグルーブがですね、こう取ってるんですけど、下からこう来て、こう行くんですけど、で、この下に C1 がこう通ってるんですね。
とこう直接行くんじゃ合わないんで、さっきの、今日のところで言ったレトロラミナルブロック的にここから進めると。でも、椎骨動脈を確認して、こう見えますから、丸くね。こう丸く見えたら、もう、針先はここです。ここ絶対こっち持っていかないとください。これ事故になりますから。で、これはちょっと針先のコントロール慣れてからやってください。で、この辺からこう、こっち側に広げるということですね。から C2、これさっき最初にやったんですけど、これも、ここに広げるのに、からね、こう、からこう針をこう広げると。いうことです。で、今度は C8 ですね。これは本に書いたんですけど、2017年かな。この肋骨の頸部ですね。肋骨の頸部を出しておいて、C8 が見えます。で、この C8 より内側に入れると、正常神経節にも効くという位置関係からして、そういうふうに記載したんですけども、先日シンゴリ先生がですね、エペインクリニック、正常神経節が見えるっておっしゃって、これはびっくりしましたね。これ見えるんですね、正常神経節が。で、まあ私が書いたように、まあここからこっちに広がると、正常神経節のブロックになる。ということがやっぱり証明されました。で、実際の主義ですね。からこう言えるんですけども。ちょっとしならしてます、あれね。これ C8。これビューっと。今広がりました。こっちの正常神経節の方に広がる。っていう主義なんですけども、ちょっとこう角度がこう、なんていうか限られていて、ちょっと難しいんですね。で、新しいやり方は後でまた説明します。あと、これ、速乾神経静脈ですね。座骨神経の中に入れるやり方です。これゆっくりやってください、ね。わっとこうね、広がるということです。あとは、この、神経根周囲ですね。神経根の場所をね、大体、一回見ておくとわかるんですけど、何やってるか。これを、こう、入ってみます。これ神経根が見えるんですね。この、しっくりよく抜けてるところ。動いてるのわかりますかね。で、まあ、この場所が分かれば、この辺からこう針を刺して、ここから広げると。ちょっと分かりづらいですけどね。もう一回こう見ておくと、どういう位置関係にあるかっていうのが分かりますから。で、ここで大事なのは、この、血管が一緒にこうね、神経根と一緒に入ってるんで、これを引っ掛けない。ということが大事です。あと、血管周囲の発射ですね。この細い血管にも、小さな血管にも、こう、神経のネットワークがある。で、これは、採血後の CRP ですね。この静脈の周りの、こういうとこですね。こういうとこの発射のリリース。これも時々ね、依頼が来ます。採血後でずっと痛いってね。で、これ発現評価なんですけど、これアンギオソームっていうのがあって、血流地図ですね。これを見てどの血管が怪しいかっていうのを推測すると。あとは今度は硬直靭帯複合体ですね。それのリリース。これですね。これ C1 と C2 の間ですね。このパルコは白くね、熱くなってますね。です。私、この動画コレクションも2万超えて、その中で分かりやすいのを持ってきてますけどね。あとは、その、硬膜界、硬膜と黄色靭帯の複合体ですね。ここですね。で、ちょっとこれ、針進めると、硬膜界っ
で、この場合ちゃんとロスオブレジスタンスでやってもらわないと、こう、破っちゃうんですね。で、細かいだとここがこう下がって、こう下がってですね。はい。で、なぜ横かですね、8針で。これわかりません。わからないんですけども、まあ、推測ですね。まず水は溶かす力が非常に強いということですね。あと、こう、いくつか、なんで引っかかってるけど、活性性が改善したり、物理的効果とか、保水とかあるんですけども、私が考えていることは、こう、ローカルトイッチっていうのがよく出るんですね。ここ見ててください。電気的なことが何か起こってるんではないかというのを思っています。これ、小畑先生からお借りしたスライドなんですけど、末梢神経終末ですね。ポリモーダル受容器ってのがあって、特にこの熱、これですね。で、神経ブロックがここに作用するんですね。で、ファッシャーリリースっていうのはここ。ここで、自発放電してる、つまり発電してるんではないかっていうのが我々の仮説です。その自発放電をリリースすることによって、それを放電をなくすということですね。で、痛み押しのオフィシャルとか、機械刺激の低下とか、血質の改善とか、いうことですね。ただ、まだ分かっていないんで、我々チェーンとしては、2019年度から研究支援制度というのをやってて、今年3年目ですけどね、こういう研究に支援、させていただいております。それから、頸部の交感神経節の話ですね。まあ、正常神経節ブロックが有名なんですけど、これ正常神経節ブロックと言いながら、中継神経節ブロックなんですね。で、合併症はいくつか怖いのがあるんですけど、一番怖いのは、始発性血腫って後から血腫が起きて窒息者っていうのは。で、これをいかにコロナにするかっていうのをいろいろ考えて、この、強さ乳突筋の裏から、広げると、この、神経節の方に広がるんではないかと。いうことで、保健体で調べてました。C6 神経根の直上で、強さ乳突筋の深層から、ペリカンインクを 1ml 注入しました。強さ乳突筋の胸骨頭を温点します。インクが広い範囲に広がっています。まず上縁を見ていきます。こちらが総頸動脈で、ここで内頸動脈と外頸動脈に分岐しています。分岐部からだいたい私の人差し指で、中央し上の部分で外頸動脈の方へ広がっています。これが上縁になります。次は前縁ですが、総頸動脈の裏までインクが広がっており、これが交感神経管になります。その深層にあるこれが頸長筋で、頸長筋の表層にも少しインクが広がっています。こちらが迷走神経になります。前縁は総頸動脈の前端まで広がっています。この辺りまで広がっています。次は下縁ですが、これが外頸静脈で、外頸静脈をめくると、前斜角筋が出てきます。前斜角筋のこの辺りまで広がりが確認できます。ここは鎖骨がこのような状態でついていたのですが、鎖骨は取り外してある状態です。なので、だいたい鎖骨の裏辺りまで前斜角筋に沿ってインクが広がっています。こちら側は、これが内頸静脈ですので、血管に沿って鎖骨の少し上あたりまで広がっているのが確認できます。後縁ですが、この外頸静脈のあたりでストップしています。
これ何が分かるかっていうと、強さによる突筋の裏に薬を入れると中と上ですね、その交感神経節まで広がると。では中と上今の手技でカバーできたんで、下っていうのは正常神経節なんですけど、これをどう、治療するか。この C8 からのやり方は先ほどご紹介したんですけど、かなりこれ範囲が狭いんですね。でちょっと考えて、あんまここをブロックしたいんで、こっからですね薬を入れると、先ほどのこっちがレトロラミナルブロックで、こっち行くとコストトランスバースフォラーメンブロックなんですけど、そういうやり方で、できるんではないかと思ってやってみました。まずこれ、肋骨上のここですね、これ正常神経節です、ね、これを確認します。椎骨動脈のもうすぐそばですね。でここをスライドします。これが、C7 の後結節ですね。もう一回いきますね。C7 の後結節と、ファセットですね。で、これが第一肋骨。これを順番に出してます。これ第一肋骨。ファセット。後結節。ファセット。でこのファセットのところで、ファセットですね、ここファセット、で椎骨動脈をさっきのファセットのところで確認して、こっちまで薬が広がる。こうファセットですね。で注射としてはこのファセット、この辺まで、針先が広がれば、あ、これ言ってました、このまで広がればこっちの椎骨動脈まで広がると、要はこの射角筋の裏に入れるところですね。とさっきの第一肋骨の方よりも、こう、共有範囲が割と広いんですね。で、ちょっとこの、ファセットよりも少し先に針を進めて、こう広げると。で、この意味はですね、ここの、ファッシアのリリースってことですね。ここが発現になってるんではないかというふうに今考えています。これ、毎日かなりやってるんですけど、かなり評判いいですね。最後、症例です。50代の女性で転倒した後に、頭痛、頸部痛、それから腰側、眼瞼下垂ですね。こんな形で。でも、目を全開で開けてくださいって言ってもこんなもんなんですね。で、治療部位としては、僧帽筋、菱形筋、それから僧帽筋、肩甲挙筋、それから脂質神経根腫ですね。でこの結果、まあ、痛みはかなり減ったんですね。で眼瞼下垂が残っていて、で今度は先ほどの正常神経節周囲のリリースを行いました。すると患者さんも私もびっくりして、目がバッチリですね、全とこですね。でホルネル症候群ですけれども、眼球に向かう交感神経の障害で縮瞳眼瞼下垂無干渉を呈すると。でこの交感神経のこうルートはこういってるんですね。でこのどこかに障害があると、眼瞼下垂になると。で前の先生が、まあ中と上やって
ったんですけど、今回この正常神経節腫瘍のリリースでかなり、効果が出たと。まあ、長期的な予後に関しては今、経過を見ているところですね。で、考察でホルネン症候群って普通 SG 正常神経節ブロックの後に見られるんですね。で、この症例は持続性のホルネン症候群が生理食塩水による SG 症のリリースによって著名に改善した。これだからこれ逆なんですね。で、SG 症のリリースによって SG の機能障害が改善したものと思われるということです。最後にまとめですね。ファッシアは、特にスタッキングファッシアは発現となりうる。それからエコーで、確認可能な末梢神経のみの治療から、ファッシアをターゲットとした治療に変えることが患者の履歴になるということです。以上、ご清聴ありがとうございました。